私来た当時はやっぱりもう20年ぐらい前だったんですけども、まだまだラーメンとかっていうのはアメリカ人の人にはまだちょっとスープみたいな感覚でちょっと難しいかなと思ったんですけど、かなり結構もうラーメンを知ってる人たちが多くなったということで、まあ、結構アメリカ人の人たちにも受け入れられるんじゃないかなということで始めました。結構予想以上に皆さんも知識もありますし、味にもうるさいですし、まあ、結構受け入れられてもらったんじゃないかなと。あとは中国系の方の方とかですね、もう結構受け入れられてるみたいですけども、まあ、日本人街ですけども、やっぱり日本人だけではなくてですね、やっぱり地元のアメリカ人とかですね、他の人たち、人種の人たちにも来てもらえるような街になればなということは思っています。